はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの竹谷直樹です。今日はね、国語が苦手な人のための、動画、以前ちょっと前にね、お茶の話をやったんですけど、それのね、前かな、これ、そうだな、そのもうちょっと前の話なんですよね。これは、森下典子さんのね、日々これ口実というね、本なんですけど、お茶が教えてくれた15の幸せ、の中の一部です。さあ、お茶。ね、皆さんお茶やったことありますか？正座してね、茶室に入って。ね、くるくるっと回してね、シャカシャカシャカってやってね。そういうのお茶なんですけど。さあ、お茶の奥深さなんです。じゃあ、一気にいきます。ちょっと長いですよ。15年目の秋、私は雪乃さんと一緒に梵天というお点前を習った。入門してから14年間、習い事、札箱、唐物、大天目と一つ一つ階段を上がるように習ってきたお点前のファイナルステージだった。だけどお茶に卒業はなかった。お稽古に行けば相変わらず、右手で持って左手に持ち帰るのよ。畳の目、二つの目のところにしなさい、置きなさい、とハンデをしたようにお点前を繰り返すのだった。実は遡ること10年も前から疑問に思っていた。先生はお点前のことしか言ってくれない。もちろん習い始めのうちはそれも致し方なかった。しかし3年5年と過ぎ、なんとか手順が身についてきても、相変わらず言うことは、お湯はそこの方から汲みなさいね、あ、もうちょっと上から注いだ方がいいわ、ずっと具体的な動きや順序のことばかりなのだ。お茶ってお点前をするだけのことなの？今まで感じなかった季節を感じるようになったり、五感が変わっていったことに気づいたりといった変化が起こるようになると、私はますます思った。先生はなぜお点前のことしか言わないんだろう。お点前を完璧にしたからって何だって言うの？そんなことどうだっていいじゃん。そんな私の思いをよそに、先生は、年月が経って慣れてくると、つい細かいところを略したり、自分の癖が出てきたりしますからね。お稽古を始めた頃と同じように、細かいところにまで心を入れて、ちゃんとお点前をすることが大切ですよ、と。10年1日のごとくお点前の細部を注意し続けた。先生には心の気づきなど興味がないように思えた。私が先生だったら絶対細かいお点前より内面的な気づきの方こそ大事にするのに、とするようにと生徒に言うのに。しかし13年目にお茶事を勉強し、多少なりとも自分の習ってきたお茶の全体像が見えるようになった頃から、時折時間が止まったような静けさの中で、もしかすると先生は思っていても言わないだけなのかもしれないと思うようになった。何かに耳を澄ますように軽く目を閉じ、動かなかった先生の体がわずかに揺れる。目を開けた瞬間、今にも何か言いそうな表情をすることがある。だけど先生はそのままふーっと静かに息を吐いて、目元で薄く微笑んでいるだけなのだ。先生はなぜ言わないんだろう。その理由が分かった気がしたのは、あの6月の土曜日、土砂降りの雨の中で宇宙の掛け軸を見た日だった。私も何も言えなかったのだ。言いたいけど言えなかった。思いや感情に言葉が追いつかないのだ。言おうとすると虚しくなる。言ってしまえばきっとしらける。だから無言のまま、我が身と同じ大きさの強く激しい感情をぐっと飲み込んで座っているしかなかった。そして出口のない内なる思いに少し目頭が熱くなった。その時痛いほど思った。人の胸の内はこんなにも外からは見えない。茶道の風景を外から見ればただ穏やかに座っているに過ぎない。しかし、見えない場所で同時に別のことが起こっているのだ。その沈黙は濃密だ。胸の熱さと言葉の追いつかない虚しさと、言葉にしてしらけてしまうことの恐れがせめぎ合いながら、沈黙という井戸の中を覗いている。そのやるせない感情と台無しにしたくないという配慮を共有しながら、静かに並んで座っている。
私は先生と気持ちを共有したいようなしたような気がした。先生は言わないのではない、言葉では言えないことを無言で語っているのだった。本当に教えていることは目に見えるお手前の外にある。先生の家の玄関を開けるといつも真っ先に下駄箱の上の花や色紙が目に入る。暑い日は筑梅の水が多めに流れている。菓子器の蓋を取るとそこに美しい和菓子が並んでいる。床の間には今朝摘んだばかりの花、そして掛け軸、水差し、夏目、茶碗、こぼし。どれ一つ見てもそこに季節があり、その日のテーマと調和がある。それがお茶のもてなしだった。けれど先生はそれを口にしない。だから私は最初一つかせいぜい二つしかわからなかった。それが20年経つうちに三つ四つと自分で見つけられるようになった。気づいて初めて私たちが気づいても気づかなくても、先生は稽古場にいつも深く豊かに季節感を演出してくれていたのだと分かった。でも本当は先生はまだまだ他にもいっぱい仕掛けているのかもしれない。私なら演出した仕掛けをすべて言いたくなるだろう。だけど言葉で全部種明かしをしてしまっては伝わらないものがある。先生は私たちの内面が成長して自分で気づき発見するようになるのを根気よくじっと待っているのだった。お稽古を始めたばかりの頃、私はなぜどうしてと質問を連発すると、先生はいつも理屈なんかどうでもいいの、それがお茶なのと言った。理解できないことがあったら分かるまで質問しなさいと学校で教育されてきた私は面食らったし、それがお茶の封建的な体質のように思えて反発を感じた。だけど今はその頃から分からなかったことが一つまた一つと自然に分かるようになった。10年も15年も経ってある日ふいに、ああそういうことだったのかと分かる。答えは自然にやってきた。お茶は季節のサイクルに沿った日本人の暮らしの美学と哲学を自分の体に経験させながら知ることだった。本当に知るには時間がかかる。けれど、あ、そうかと分かった瞬間、それは私の血や肉になった。もし初めから先生が全部教えてくれたら、私は長いプロセスの末にある日自分の答えを手にすることはなかった。先生は余白を残してくれたのだ。もし私だったら心の気づきの楽しさを生徒にすべて教える。それは自分が満足するために自分の発見の相手の発見の喜びを奪うことだった。先生は手順だけ教えて何も教えない。教えないことで教えようとしていたのだ。それは私たちを自由に解き放つことでもあった。作法だけが存在する。作法それ自体は厳格であり自由などないに等しい。ところが作法の他は何の決まりも制約もないのだ。学校では早く正確に答えを出す考え方を習う。早く正しい答えを出すほど優秀だと評価され、一定の時間を過ぎたり異なる答えを出したり、またそういう仕組みに馴染めない場合は劣っているとみなされる。けれどお茶を分かるのに時間制限はない。3年で気づくも20年で気づくも本人の自由。気づく時が来れば気づく。成熟のスピードは人によって違う。その人の時を待っているのだ。理解の早い方が高い評価をされるということもなかった。理解が遅くて苦労する人にはその人なりの深さが生まれた。どの答えが正しくてどれが間違っている、どれが優れていてどれが劣っているということはなかった。雪は白いも雪は黒いも雪は降らないも全部が答えだった。人が違うのだから答えも違う。お茶は一人一人のあるがままを受け入れている。私の意識の中でオセロゲームの黒白がぐるりと反転した。あれほど人を型にはめるがんじがらめの世界だと思っていたのに、実は全てが自由だったのだ。個性を重んじる学校教育の中に人を競争に追い立てる制約と不自由があり、厳格な約束ごとに縛られた窮屈な茶道の中に個人のあるがままを受け入れる大きな自由がある。一体本物の自由とは何だろう。そもそも私たちは今まで何と競っていたのだろう。学校もお茶も目指しているのは人の成長だ。けれど一つ大きく違う。それは学校はいつも他人と比べ、お茶は自分と比べることだった。
私はある後ろ姿を思い出した。80歳を超えているだろう老婦人が真っ白い髪を結い、シクラメンの花の色をしたストールを肩にかけて立ち去る光景。初めて美智子とお茶会に連れて行ってもらった日、三景園の庭に面したお座敷でその人と出会った。さあ、私もこれからもう一席お勉強していきましょう。その老婦人は去り際に嬉しそうにこう言った。お勉強って本当に楽しいわね。受験のための勉強をしてきた私と美智子は、80過ぎの人とお勉強という言葉がどうしてもそぐわないものに思えたものだ。この世には、学校で習ったのとは全く別の勉強がある。あれから20年が過ぎ今はもう、それは教えられた答えを出すことでも、優劣を競うことでもなく、自分で一つ一つ気づきながら答えをつかみ取ることだ。自分の方法であるがままの自分の成長の道を作ることだ。気づくこと。一生涯自分の成長に気づき続けること。学びとはそうやって自分を育てることなのだ。さあ、お茶というのは実は制約がある、ルールがある、これをしなければいけない、あれをしなければいけないというのはあるんだけれども、それ以外は自由なのだ。いつ気がついてもいい、いつ、何を気がついてもいい、どんなふうに考えても自由なんだ。そしてゆっくりゆっくり自分が成長していけば、ね、気づいていけるんだ。そういう、まあ、世界なんだっていうことなんですけれどもね。さあ、じゃあ、ざっと確認していきましょう。さあ、15年目の秋、私は雪乃さんと一緒に梵天というお手前を習ったんです。さあ、入門してから14年間、習い事、札箱、空物、大天目と、一つ一つ階段を登るように習ってきたお手前のファイナル、最後のステージです。さあ、だけどお茶で卒業できた、できなかった？そう、卒業はなかったんです。お稽古に行けば相変わらず右手で持って、左手に持ち帰るのよ。畳の目、二つ目のところに置きなさいと、ハンデをしたようにお手前を繰り返すばかりです。実は遡ること10年も前から疑問に思っていました。さあ、どんなことを疑問に思っていましたか？そう、先生はお手前のことしか言わないんです。もちろん習い始めのうちはそれも致し方ありません。しかし3年5年と過ぎ、なんとか手順が身についてきても、相変わらず言うことは、お湯はそこの方から汲みなさい。ああ、もうちょっと上から注いだ方がいいわと、ずっと具体的な動きや順序のことばかり。お茶ってお手前をするだけのことなの？今まで感じなかった季節を感じるようになったり、五感が変わっていったことに気づいたりといった変化が起こるようになると私はますます思いました。さあ、私はますます先生にどんなところに不満に思いましたか？そう、先生はなぜお手前のことしか言わないのか。お手前を完璧にしたからって何だっていうの？そんなことどうだっていいじゃん。そんな私の思いをよそに先生はなんていうふうに説明してくれるのですか？そう、年月が経って慣れてくるとつい細かいところを略したり、自分の癖が出てきたりします。お稽古を始めた頃と同じように細かいところにまで心を入れて、ちゃんとお手前をすることが大切ですよと、10年1日のごとくお手前の細部を注意し続けるんです。先生には心の気づきなど興味がないように思いました。さあ、私だったら、私が先生だったらどうするのにと、この時には私思ってましたか？そう、細かいお手前より内面的な気づきの方を大事にするようにと生徒に言うだろうと私は思ったんです。しかし、13年目にお茶事を勉強し、多少なりとも自分の習ってきたお茶の全体像が見えるようになってきました。時折時間が止まったような静けさの中で、さあどんな風に私は思うようになった。そう、もしかすると先生は思っていても言わないだけなんじゃないかと思うようになったんです。何かに耳を澄ますように軽く目を閉じ、動かなかった先生の体がわずかに揺れる。目を開けた瞬間、今にも何か言いそうな表情をすることがある。だけれども先生はそのままふっと静かに息を吐いて、目元を薄く微笑んでいるだけ。さあ、何か言わない？そう、何も言わないんです。先生はなぜ言わないんだろう。そのわけが分かった気がしたのは、あの6月の土曜日、土砂降りの雨の中で宇宙の掛け軸を見た日。さあ、私もその時何か言わなかった。
そう何も言えなかったんです。言いたいけど言えなかった。思いや感情に言葉が追いつかないのだ。言おうとすると虚しくなる。言ってしまえばきっとしらける。だから無言のまま我が身と同じ大きさの強く激しい感情をぐっと飲み込んで座っているしかなかった。そして出口のない内なる思いに少し目頭が熱くなったんです。その時痛いほど思ったんです。人の胸の内はこんなにも外からは見えない。茶道の風景を外から見ればただ穏やかに座っているに過ぎない。しかし見えない場所で同時に別のことが起こっているのです。だからその沈黙は濃密なのです。胸の熱さと言葉に追いつかない虚しさと言葉にしてしらけてしまうことの恐れがせめぎ合いながら沈黙という井戸の中を覗いている。そのやるせない感情と台無しにしたくないという配慮を共有しながら静かに並んで座っているんです。私は先生と気持ちを共有したような気がしたんです。先生は言わないのではないのです。じゃあ何なんですか。そう、言葉では言えないことを無言で語っているのです。本当に教えていることは目に見えるお手前の外にあるのです。先生の家の玄関を開けるといつも真っ先に下駄箱の上の花や色紙が目に入ります。暑い日は筑梅の水が多めに流れている。菓子器の蓋を取るとそこには美しい和菓子が並んでいる。床の間には今朝摘んだばかりの花、そして掛け軸、水差し、夏目、茶碗、こぼし。どれ一つ見てもそこに季節があり、その日のテーマと調和がある。それがお茶のもてなしだった。けれど先生は、さあそんな一つ一つを口にする？口にしない？そう、一切口にしないんです。さあだから私は最初いくつぐらいしかわからなかった。そう、一つか二つ。それが20年経つうちに3つ4つと自分で見つけられるようになったんです。気づいて初めて私たちが気づいても気づかなくても先生は稽古場にいつも深く豊かに季節感を演出していてくれたのだと分かりました。でも本当は先生はまだまだ他にもいっぱい仕掛けているのかもしれません。私なら演出や仕掛けをすべて言いたくなるだろう。だけど言葉で全部種明かしをしてしまったら伝わらないのです。さあ先生はさあ何を待っていたのですか。私の内面が成長して自分で気づき発見するようになるのを根気よくじっと待っていたのです。お稽古を始めたばかりの頃、私はなぜどうしてと質問を連発すると先生はいつもなんて言っていましたか。そう、理屈なんかどうでもいいの、それがお茶なのと言った。理解できないことがあったら分かるまで質問しなさいと学校で教育されてきた私は面食らったし、それがお茶の封建的な体質のように思えて反発を感じました。だけれども今はその頃から分からなかったことが一つまた一つと自然に分かるようになりました。10年も15年も経ってある日ふいに、ああそういうことだったのかと分かる。答えは自然にやってきたのです。お茶は季節のサイクルに沿った日本人の暮らしの美学と哲学を自分の体に経験させること、させながら知ることです。本当に知るには時間がかかるんです。けれど、あ、そうかと分かった瞬間、それは私の血や肉になったのです。さあ、もしも初めから先生が全部教えてくれたら、さあ、どうだったでしょうか。そう、私は長いプロセスの末にある日自分の答えを手にすることはなかったのです。先生は余白を残してくれたのです。もし私だったらどうしていたでしょうか。そう、心の気づきの楽しさを生徒に全て教えてしまうはずです。それは自分が満足するために相手の発見の喜びを奪うことだったんです。先生は手順だけ教えて何も教えない、教えないことで教えようとしていたのです。それは私たちを自由に解き放つことであった。作法だけが存在する。作法それ自体は厳格であり、自由などないに等しい。ところが作法の他は何の決まりも制約もない。学校では早く正確に答えを出すことを習います。早く正しい答えを出すほど優秀だと評価されます。一定の時間を過ぎたり異なる答えを出したり、またそういう仕組みに馴染めない場合は劣っているとみなされます。さあ、けれどお茶を分かるのに時間制限はある？ない？そう、時間制限はないんです。3年で気づいてもいい、20年かかってもいい、それはすべて本人の自由なのです。気づく時が来れば気づく。成熟のスピードは人によって違う。その人の時を待っていたのです。理解の早い方が高い評価がされるということもない。理解が遅くて苦労する人にはその人なりの深さが生まれるんです。どの答えが正しくてどれが間違っている、どれが優れていてどれが劣っているということもないのです。雪は白いも雪は黒いも雪は降らないも全部答えだったんです。
人は違うのだから答えも違う。お茶は一人一人のあるがままを受け入れているんです。私の意識の中でオセロゲームの黒白がぐるりと反転しました。さあ今まではお茶をどういう世界だと思っていた。そう、人を型にはめるがんじがらめの世界だと思っていたのに、さあ実はお茶はどんな世界だった。そう、すべてが自由だったのです。個性を重んじる学校教育の中に人を競争に追い立てる制約と不自由があり、厳格な約束ごとに縛られた窮屈な茶道の中に個人のあるがままを受け入れる大きな自由がある。一体本物の自由とは何だろう。そもそも私たちは今まで何と競ってきたのか。学校もお茶も目指しているのは人の成長です。けれど一つ大きく違うのは、それは学校はいつも誰と比べるのですか。そう、他人と比べるのです。そしてお茶は誰と比べるのですか。そう、自分、過去の自分と比べることなのです。私はある後ろ姿を思い出しました。80歳を超えているだろう老婦人が真っ白い髪を結い、シクラメンの花の色をしたストールを肩にかけて立ち去る光景。初めて美智子とお茶会に連れて行ってもらった日、三景園の庭に面したお座敷でその人と出会った。さあ、私もこれからもう一席お勉強してきましょう。その老婦人は去り際に嬉しそうにこう言った。お勉強って本当に楽しいわね。受験のための勉強をしてきた私と美智子は、さあその言葉どう受け止めた？そう、80過ぎの人とお勉強という言葉がどうしてもそぐわないものに思えたんです。この世には学校で習ったのとは全く別の勉強がある。あれから20年過ぎ、今は思うのです。それは教えられた答えを出すことでも、優劣を競うことでもないのです。自分で一つ一つ気づきながら答えをつかみ取ることなのです。自分の方法であるがままの自分の成長の道を作ることなのです。気づくこと、一生涯自分の成長に気づき続けること、学びとはそうやって自分を育てることなのだ。飛鳥新社、森下紀子、日日これ口実、お茶が教えてくれた自由語の幸せ。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップをお願いします。最後までありがとうございました。